メルビンズ、メルビンズはアメリカ合衆国出身のロックバンド。長年トリオ編成で活動していたが、2006年からは二人のドラマーを要する4ピースバンドとして活動している。また、ライブでは時折、サイドギタリストを迎え入れる。バンド名はオズボーンが従業員として働いていた、モンテサの市にあるサリフトウェイというスーパーのスーパーアバイザーの名前に由来。その、メルビンは、 他の従業員から非常に軽蔑されていて、バンドのメンバーも程よく馬鹿げた名前になると感じ取って、これを取って命名した。メルビンズは1980年初頭、バズ・オズボーン、マット・ルーキン、マイク・ディラードの3人が通っていたワシントン州、モンテサの市にある高校で結成された。結成当初は、ザ・フーやジミ・ヘンドリックスのカバーを押していて、 次第に高速なハードコアパンクを演奏し始めるようになった。ディラードの脱退後、デール・クローバーが参加した際に、バンドは練習の場をワシントン州アバディーン市にあるクローバーの実家の奥の部屋に移した。その後すぐに彼らは他の誰よりも遅くて重い曲を演奏し始めた。1985年、全6曲を収録した e p 版アルバムをリリース。後に、 このアルバムには数曲か追加する形で再発され、最終的には全26曲となった。翌1986年、彼らにとって初めてのフルアルバムとなるグライ・ポーチ・トリート・マンツをリリース。当時はハードコアの影響の強い曲が多く、ほとんどの演奏時間は短く、現在のテンポの遅い、重めなサウンドの楽曲は比較的少なかった。 1987年、ルーキンが方向性の違いにより、バンドから離脱。ルーキンの脱退後の翌年、二人は活動拠点地をカリフォルニア州サンフランシスコに移す。引っ越した際に知り合った女性ミュージシャン、ロリー・ブラック、かつての名子役、シャーリー・テンプルの次女にあたるを、新しいベーシストに迎え、オズマを収録、リリースする。彼女の在籍時より、 現在のスラッチな作風が徐々に確立され、1991年にリリースされたアルバムブルヘッドでは、ボレスなど重々しい作風の楽曲が収録され、演奏時間の長い楽曲も多くなった。ちなみに、同アルバムはファンからの評判は高く、バンドの中でも代表傑作であるという評価も多い。他にも EP やライブアルバムなど、 数枚ほど制作するも、ロリーが一心上の都合により離脱。新たなメンバーとして、長年バンドの大ファンだった元アースのジョー・プレストンが加入するも、音楽性の違いから長くは在籍しなかった。その後、1993年にメジャーデビューするまで、ロリーが復帰した。同年、アトランティックレコードと契約を交わすことに成功し、アルバム、ージニを 同レベルよりリリース、メジャーデビューを果たした。デールが参加したことのあるバンドニルバーナのギタリスト、ボーカリストでメルヴィンズとは、私生活上関係の深かったカート・コバーンが、アルバムの何曲かのプロデュースを手掛け、収録曲のスカイプップでギタリストとして参加し、スプレッド・イーグル・ビーグルではパーカッションを演奏した。その直後、ロリーが技術上の問題からバンドを解雇される。 バズはその理由に関して、彼女は勤労意欲に欠けていたとだけ述べ、インタビューでは明確な答えを出していないが、実際にはロリーのヘロイン中毒の症状が悪化して、音楽活動に支障をきたしていたためである。バズはお金ばっかりがかかったと評し、このアルバムの出来に対しては不満を持っている。しかし、現在でもファンからの評判の高いアルバムの一つとなっている。脱退した。 ドリーの代わりに、グライポーチトリートマンツのリリースごとの代表者だった音楽プロデューサー兼ミュージシャンであるマーク・デュートロムが、バズとデールから依頼されて加入する。彼自身は、ホージニのレコーディングには参加していないものの、収録曲の一つの、リジーや、ハニーバケツの PV において、ベースを演奏している姿確認できる。その後、1994年に、ストーナーウィッチを発表。 通常のオルタナティブロックとは異なったヘビーな作風を目指すも前作ほどヒットしなかった。ちなみに同アルバムよりバスの配偶者であるマッキーがアートワークを担当するようになる。そのため1996年に発表したアルバムスタックをもってアトランティックレコードとの契約を終了した。その後もインディーズでバンドは継続的に活動したが 1998年にデュートロムがソロ活動に専念したいという意向と、住居上の問題からバンドでの活動との両立が困難になったことからバンドを脱退した。公認として、オーディションの結果、元、カウズのベーシストであるケビン・ラトマニスがバンドに加わった。同時に、友達を通して知り合ったマイク・パットンの設立した、レーベルイピキックレコーディングスに移籍する。これに伴い、 ロサンゼルスを活動の拠点地に移した。花の写真をジャケットに採用した3枚のアルバム、ザ・マホット、ザ・ブートリッカー、ザ・クライ・ベイビーをリリース。作風の違いによって3枚のアルバムに分けて収録する。それぞれ歪んだギターの音色を特徴とするヘビーな作風の楽曲、アコースティックな音色を用いた楽曲、他のアーティストとのコラボレーション楽曲が中心になっている。 同時に、バズが、ファントマスのメンバーとしての活動も開始。ケビンの演奏技術は、メンバーのみならず、ファンからも好評だった。しかし、ケビンが、途中より、ライブの出演をドタキャンすることが多くなり、大役のベーシストが参加するようになった。その後、2005年初夏をもって、バンドから脱退。2006年に、2ピースバンドとして活動している、ビッグビジネスのジャレド・ウォーレン。 コーディウィリスの二人を迎え、これまでの3ピース体制からツインドラム形式の4ピースバンドとしての活動を開始。当初はジャレットのみを採用する予定でいたが、コーディの演奏を見た二人がコーディの演奏を気に入り、その実力を買ってそのまま二人とも引き抜かれることになったとのこと。力強いドラムサウンドやメンバー全員による歌唱、メインボーカルをバズがコーラスを 他の三人が担当するを特徴とするようになる。以降は、このメンツで活動を続けている。最近では、バズとデールが、ベーシストトレバー団との共同で、2012年より、メルビンズ・ライトとしての活動もスタート。人数は、ジャレットとコーディが加わる以前と同じく三人組となっている。トレバーは、バズの参加している、サイドプロジェクトファントマスのバンドメイトであり、 過去にもバンドのライブにも時々サポートメンバーで参加していた。ただし、このプロジェクトの大きな特徴として、トレバーはエレキベースではなくコントラバスを演奏。また、バズやデールもアンティークものの楽器を使用するなど、古風なロック音楽を彷彿とする作風を目指す。彼ら二人は他にも、元メンバーのマイク・ディラードを迎え、結成当初と同じメンバーという触れ込みで、 不定期にライブを開催、ディラードはサポート扱い。2012年にはこのメンツで制作された EP 版アルバム1983がリリースされた。このように従来のヘビーな作風にこだわらず幅広い演奏スタイルを繰り広げた。2013年よりベース担当のジャレットが家庭の優先のために活動を休止したことにより代役として バッドホールサーファーズのジェフ・ピンカスを迎えて活動。また、サイドギタリストとして、同バンドのポール・レアリーも、メルヴィンズのツアーに、ゲスト出演。2014年、現在のライブツアーでの編成で、新アルバム、ホールド・イット・オンをリリース。2015年、11月に新規バスタジオコーストで、開催された、ホステスクラブ・ウィーク・エンダーに出演。 ブラックフラッグのマイウォー時代の攻撃的なパンクロック、ハードコアパンクとスワンズのようなノーウェーブ的なノイズロックからの影響が見られ、抗議のヘビロック、スラッチコア、抗議のストーナーロックに掃除のアプローチを取る。しかし音楽に対しての彼らの得意な取り組みや、プリックやキャラスローデスティニーなどの作品に代表される、バルフザケ的でもあるユーモアに溢れた。 実験音楽的なアプローチは特定のジャンルに分類することは難しい。バズ・オス・ボーンは彼らがよく比較されるブラック・サバスよりもブラック・フラッグのギターにより影響されていると明言している。非常に鈍重なテンポで引きずるようなタメを聞かせたスラジーなサウンドはシアトルを中心としたグランジのシーンに多大な影響を与えた。特にニルバーナやサウンド・ガーデンなどといった後にメインストリームを 絶見するバンドに影響を垣間見ることができ、グランジの生みの親といっても過言ではない。他にもクローバーやアイヘイトゴッドといったスラッチの後続は、ムロン、トゥール、マストドン、ニューロシス、アイシスなど、テクニカルないしプログレッシブなアプローチのバンドも含め、広いヘビロックシーンにまで影響を与えている。日本のスラッチメタルバンド、ボレスは、ブルヘッドの収録曲ボレスに由来する。 BR ドラマーのデール・クローバーの出身地のアバディーンに住んでいたカート・コバーンはクローバーの良き友人であると同時に熱狂的なメルビンズのファンであった。きっかけはカートが高校生の頃バズと知り合ったことだった。カートはバズからブラックフラッグなどのレコードやカセットを貸してもらい自身のギターの練習に活用していた。一時期。 カートが結成していたバンドフィーカルマターでドラマーとしてデールやマイク・ディラードベースにオズボーンを迎えていた時期もある。しかしバズがメルビンズとしての活動で忙しいこともあってバンドは解散した。またメルビンズのコンサートにも何回か機材を運ぶローディーとして参加したことがある。他にもカートはベーシストとしてメルビンズのオーディションに受けたこともあるが緊張しすぎて 全ての曲を忘れてしまったことにより不合格となっている。その後もメルビンズのメジャーデビューアルバム、ホージニの数曲のプロデュースを手掛けたほか、数曲ほどバックミュージシャンとして参加するなど、カートがなくなるまでバントとの進行は続いた。また、ドラムを務めていたデイブ・グロールは、もともとバズの知人であった。彼の紹介で、ニルバーナのドラムのオーディションに参加し、見事に、 メンバー入りを果たした。他にも、バンドは、ニルバーナのライブでも何度か前座を務めていた。カートが亡くなる、約1ヶ月前に、ミュンヘンで開催されたライブでも、前座として出演。この時、舞台裏で、カートから、これからはソロでやっていくつもりだと囁かれたという。1ヶ月後、カートが自殺を図り、皮肉にもこれがカートとバンドの最後のやりとりになってしまった。 なお、これは余談であるが、1994年にリリースされたアルバムプリックは、もともとカートの名前を関するつもりでリリースする予定であったが、彼の突然の死を受けてタイトルの変更を余儀なくされている。後に、1999年にリリースしたアルバムザ・クライ・ベイビーでは、彼らの代表曲であったスメルズ・ライク・ティーン・スピリットを ゲストボーカルにレーフ・ギャレットを迎えてカバーしている。ニュージーランド・クライスト・チャーチの空港でメンバーは2011年2月に発生したカンタベリー地震に遭遇している。その後日本の東京に滞在中、再度大きな地震の揺れに遭遇した。バンドのフェイスブック上で2週間の間に2つの別の大陸で大きな地震に遭遇したと語っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。